ビューックリビエラは、1963年から1999年、モデルイヤーまで、ゼネラルモーターズのビューックリビジョンで生産された自動車である。総生産台数は1127,261台。フルサイズのクーペもしくは高級パーソナルカーである初期の、リビエラは特に自動車ジャーナリストや評論家から高い評価を得た。リビエラの名称が初めて、 ビュイックシリーズに登場したのは、気絶するほど格好良いの歌い文句で宣伝された1949年の新型ピラーレスハードトップ車の名前としてであった。ロードマスター・リビエラは、このボディ形式としては最初の量産車種となり、以後30年間で非常に人気のある車型となった。1950年ビュイック56、アール・リビエラ・オーストラリアン1950ビュイック、 リビエラサイト1951年にリビエラの名称はスーパー4ドアセダンの1モデルの名前にも使用された。1951年モデルのビュイックスーパーリビエラ4ドアセダンは通常のビュイックスーパー4ドアセダンよりも豪華な内装と4インチ長いホイールベースを持っていたがビュイックロードマスターよりはホイールベースと全長は1インチ短かった。1955年から GM はピラーのない4ドアハードトップの車型も販売し始めたが、これらのモデルにもリビエラの名称が与えられた。リビエラのハードトップ形式のボディは、以降数年にわたりビュイックロードマスター、ビュイックスーパー、ビュイックセンチュリーやビュイックスペシャルを含めたすべてのビュイックシリーズ車に与えられた。しかし、この名前はモデル名ではなく単に、 ボディ形式の名称であったために通常はリビエラの名前は車両自体には表示されていなかった。ハードトップ形式を表すリビエラの名前が最後に使用されたのは1963年モデルの正式名称4829エレクトラ225リビエラフォードはハードトップとしてであった。これは同年にリビエラが正式に独立車種となったことと同時であった。 1950年代終わりに GM はフォードサンダーバードの大成功に対抗する豪華さと高性能の両方のイメージを兼ね備えた特徴あるスタイルの2ドア4座乗用車である高級パーソナルカーの必要性を感じ始めていた初代のリビエラとなる設計の車は1930年代の小型この車のスタイリングは GM の主任カーデザイナーのビル・ミッチェルがロンドンを訪れていた時に霧の中に佇むカスタムボディのロールスロイスの優雅さに触発された結果生まれたものだと言われている。後にミッチェルはナイフイコールエッチスタイルこそが自身が新しいモデルに求めていたものであり、それを低い全行と融合させ、性能にフェラーリ風味を少し混ぜ合わせたと語った。車のデザイン自体は カーデザイナーのネット・ニックルズの手によるものであった。キャデラック・ディビジョンは当時非常に成功しており、生産能力のすべてを既存の車種に振り向ける必要があったことから、同部門の幹部はこの車に特段の興味は示さなかった。通常の車両開発とは異なった措置であったが、1960年にこの計画はタデビジョンによる公開入札にかけられた。 販売の回復に死に物狂いになっていた、ビュイックディビジョンが契約したばかりの広告代理店のマッキャンエリクソン社と協力してプレゼンテーションを行い、この計画を獲得した。ビュイックディビジョンはモンの十字形シャーシに合うように長さを短縮して設計案を完成させた。設計は大体オリジナルのものと同じであったが、オリジナル案ではグリルフェンダーに隠されていた。 リトラクタブルヘッドライトはコスト的な問題で当初は省略された。GM の製品としては異例なことに、量産型のリビエラは他のどの GM 車種ともボディシェルを共有していなかった。ボディシェルは標準のビュイック車のフレームと似た十字形フレームの上に乗っていたが、より短く幅が狭いもので、車軸間距離は2.0イン短かった。 117インのホイールベースと208インの全長は、ビュイックルセーバーよりも、おのおの6.0インと7.7イン短かったが、同時期のサンダーバードよりも、幾分長かった。4190ポンドの重量は、両者よりも、約200ポンド軽量であった。リビエラは、排気量401クイーンと425クイーンの、標準ビュイック製 V8 エンジンとツインタービン。 オートマチックトランスミッションを搭載していた。ブレーキは直径12インのビューイック標準のアルフィンドラムブレーキでステアリング比20.5、1、ロックトゥーロック3.5回転のパワーステアリングが標準装置であった。リビエラに使用されたサスペンションは前輪がダブルウィッシュボーンと後輪がトレーディングアームとラテラルロットで位置決めされたリジット。 アクスルという標準のビューイック車と同じものであったが、ボディの傾きを抑えるためにロールセンターが挙げられていた。コイルスプリングは、他のビューイック車よりも実際のところやや柔らかいものが装着されていたが、全体重量が軽いことと、相まってリビエラの乗り心地を実質いく分硬いものとしていた。なおもアンダーステア方向へ寄せて設定されていたが、当時のテスト要員たちは、 リビエラを乗り心地と便称差の素晴らしいバランスを持ち合わせた最も走行能力のある米国車の一台だと考えていた。リビエラは1962年10月4日に最低価格4333ドルの1963年モデルとして発表されたが、典型的な販売価格はオプション品込みで5000ドルまで上がった。 生産数は需要を喚起するために故意に4万台以下に抑えられた。より大型のビューイック車と同じ出力を持ち寄り、軽量なリビエラはあらゆる性能面で輝いていた。モータートレンド市のテストでは、060マイルパーアワーを8秒以下、0400メートルを約16秒、計測された最高速度は115マイルパーワーで、もっと長い距離で測れば125マイルパーワーが、 期待できた。燃料消費率は13.2マイル、US ガロンであった。リビエラの室内は、全席がフロアシフトと小物入れ付けの軽基板につながるセンターコンソールで、隔てられたバケットシートと鉱石がバケット風の座席であった。内装材は全ビニール製、布とビニールの組み合わせ、またはオプションで革製が選択できた。人気のある有料オプションには、 シルト機構付きステアリングホイール、クルーズコントロール、パワーウィンドウ、電動シート、エアコン、AM、FM ラジオ、ワイヤーホイール風カバー等があった。1964年モデルのリビエラは、オプションリストから、革製内装が外されるといった、最小限のトリム変更が実施された。大きな変更点は、フルメカ C2 足 AT のダイナフローを元にした。 ツインタービンを新型の3速 AT スーパータービン400に代替したことであった。このスーパータービン400は他の GM ディビジョンではターボハイドラマティックの名で流通していた。この年はリビエラに定型化した R エンブレムが使用された最初の年であり、このトレードマークはリビエラが市場から撤退するまでの36年間にわたって使用され続けた。 エンジンルーム内では 340HP の425クイン V 型8気筒のために401エンジンが廃された。360HP のカーター車製 AFB4 バレルキャブレター付けのスーパーワイルドキャット版はオプションで選択できた。1965年モデルの変更にはデュアルイコールクアットスーパーワイルドキャット425エンジン 減速比を3.42にしたアクスル2本なし、マフラーと硬いヘビーデューティー用サスペンションを装着したグランスポートオプションの導入があった。401のビュイック製 V8 エンジンは標準のリビエラ用エンジンとして復帰し、スーパータービン400変速機は2年前のツインタービンダイナフローのように今や可変ピッチのトルクコンバーターを持つようになった。外観ではヘッドライトが 元々のデザインのように左右のフェンダーの先端に取り付けられたクラムシェル型ドアの背後に隠れるようになった。車体後部ではドアと後輪の間にあった機能的な意味がないダミーの吸入口が取り払われ、テールライトがボディ側からバンパーへ移動された。当初は黒色のみであったが、ビニールルーフがオプションとなり、前年ではオプション品であったチルト機構付きステアリング、ホイールが 標準装備となった。3年間のモデルイヤーでの合計販売台数は112,244台という立派な数字であった。外資テルビエラは非常に広く市場に受け入れられ、サンダーバードの最初のライバル車として大いなる成功を収めたと考えられる。この初代リビエラは自動車デザインにおけるランドマークと評され、現在非常に価値ある車である。 リビエラは1966年モデルイヤーでデザインを変更された。十字形フレーム、パワートレイン、ブレーキは前のモデルから引き継いでいたが、より長く、幅広く、曲線的になったボディシェルはオールズモビルトロネードと一年後のキャデラックエルドラドと共有することとなった。スタイリング上の注目すべき点は1930年代に GM が 大々的に導入した三角窓が配されたことであった。ヘッドライトは格納式であったが未使用時には上側を指定にしてグリルの髪型へ引き上げられるようになった。トロネードとは異なりリビエラは従来通りの後輪駆動を継承しており200ポンド重くなった車重により変更なしの425エンジン搭載車は多少遅くなっていた。グランスポートパッケージは オプションとして残されていた。室内では、前後席のシートとセンターコンソールは、ディビエラに初めて標準装備とされ6人乗りが可能となった、在来型のベンチシートか、バケットシートの選択になった。アームレスト付けのストラトベンチシートあるいは短い、コンソールか、バテー型フロアシフトと小物入れ内蔵の長い、コンソールが付いた、ストラトバケットシートがオプションで選択できた。 バケットシートとストラトベンチシートの双方で、助手席側のリクライニング機構をオプションで取り付けることができた。1966年モデルの販売台数は45,308台に盛り返し、販売記録を打ち立てた。1967年モデルの最も顕著な変更は、旧式の425ネイルヘッドエンジンに変わって、全く新しい排気量4 3九イン。 出力 360hp、トルク475ポンドフィートのビュイック製 V8 エンジンが追加されたことであった。より大きな出力とトルクを手に入れた、この新エンジンは目覚ましい性能の改善を見せた。このエンジンで燃料消費率も多少の改善を見せたが、現代の車に比べればガブノみといった感がある。強力なベンディックス車製4キャリパーディスクブレーキが、 前輪のオプションとなったが、ほとんどのリビエラはほぼ満足いく能力を持った、ビュイック製アルフィンドラムブレーキ付きで注文された。外観上の変更は、ほとんどなくヘッドライト用ドアの上を横切って、両端のパーキングライトまで横いっぱいに広がる幅広のクロームの水平なグリルバーが追加されただけであった。 1967年モデルの販売台数は42,799台であった。1968年モデルでは前後でグリルとテールライトを囲っていた環状バンパーが形を変えた。格納式ワイパーも新しかった。連邦法で必須となった逆台形のサイドマーカーライトがフロントフェンダー先端の下部に取り付けられており、後部のサイドマーカーライトは丸型であった。 内装は変更され、1966から67年モデルとは、異なり軽基板は、他のフルサイズのビューイック車と共通であった。1968年モデルは、気候面での変更は、ごくわずかであったが、変速機から、可変ピッチのトルクコンバーターが外された。1968年モデルの販売台数は、新たな記録を樹立し、49,284台であった。 1969年モデルでは、些細なスタイリング上の変更が行われた。1968年モデルでは、斜め格子状であったグリルが、内側の円から突き出した2本の幅広で水平な、グリルバーの上を細かい隙間が開いた細い縦棒で、覆ったパターンのものに変えられた。前方のマーカーライトは、かなり短く四角い形状になり、ボディ側面のクローム飾りも、 同様に変更された。車体後部では後退灯が、後部バンパーから1969年モデルの新しい3分割テールライトのレンズに移された。1969年モデルの販売台数は、再び改善し52,872台であった。1970年モデルでは、外装が変更された。露出した4等ヘッドライトが最前部に取り付けられ、 左右のヘッドライトの間に置かれた新しい縦棒グリルを新しいフロントバンパーが囲っていた。新たに設定されたオプションのボディ側面の飾りは大型クーペの流れるようなボディラインを生えさせていた。後輪の多いが標準装備となり露出した後輪の方がオプションとなった。車体後面ではリアバンパー、テールライトが新しくなっていた。エンジンは455クイーンに格上げされ、 ビュイック製で最大のエンジンはグロスで 370HP、ネットで 245HP の出力と500ポンドフィートを超えるトルクを発生するようになっていた。実際は1970年モデルの販売台数は37,366台に落ちおゴんではいたが、第2世代のリビエラは5年にわたるモデルイヤーを通じて、総計227,669台を 販売して第一世代に勝る成功を収めた。1971年モデルのリビエラでは流れるような劇的なボートテールデザインを取り入れ革新的にデザインの変更が行われた。ビル・ミッチェル指導下で後に日産自動車のデザイン部門の長となるジェリー・ハッシュベルグの手によるデザインはリビエラのプラットフォームに1963年モデルの コレベットスティングレイクーペのファストバック形式のリアウィンドウを融合したものであった。このデザインはもともとは GMA プラットフォーム向けに用意されたものであったが、ホイールベースで3インチ、長く120ポンド重い1971年モデルのリビエラの外観は議論を呼んだ。455エンジンはアメリカが衆国環境保護庁の環境規制に 合致するように圧縮比を下げたことにより 255HP、グランスポートで 265HP に低下していた。性能は適度な活気を保ってはいたが、リビエラのスポーティなイメージは急速に消えていった。注目に値する先進機構は滑る路面での加速時に発生するホイールスピンを防止するトラクションコントロールシステムであるビュイック製マックストラックであった。 1971年モデルのリビエラは GM のフルフロー換気システムとトランクの蓋状にはまった2つの大きな格子を備えていた。これらの装備にもかかわらず1971年モデルのリビエラの販売台数は当時としては最低の33,810台に落ち込んだ。1972年モデルの変更点はほとんどなく455エンジンが ネット出力 225HP、グランスポートで 250HP のものへ変更されたが、ネット出力での実質低下はわずかに 5HP であった。販売台数は最低ラインの33,728台であった。1973年モデルでは 250HP エンジンが標準となり、ポジティブトラクション降臨デフとクローム塗装のエアクリーナーを備えた。 ステージ1パッケージでは 260HP となった。グランスポートパッケージは、後輪のスタビライザー、J78 から15ホワイトウォールスチールベルトのラジアルタイヤ、特製チューンのラジアルタイヤ仕様サスペンション、追加の遮音材と特製グランスポーツバッジを備えたハンドリングパッケージとして別オプションながらまだ残されていた。1973年モデルは、後部の ボートテールが幾分おとなしい形状になったことで1972年モデルと識別でき、この変更によりリアバンパーは平たい形状になった。1972年モデルのリビエラは、テレビドラマの騎馬警官の中で主要登場人物のレイベッキオ刑事を取り巻いて参見される。同じプラットフォーム、機械構造と第三世代リビエラと同一のボディパネルのいくつかを引き継いでいったが、 ビュイックは特徴的なボートテールのルーフラインをより普通の外観を持つ中楼形式に変更した。この変更によりリビエラはハードトップクーペから幅広いビーピラーと固定式のオペラウィンドウを持つピラー付きハードトップになった。ランドレット風の半ビニールルーフがオプションで設定され多少形状を変えられたが前方に突き出したグリルは引き継いでいた。 このスタイル変更によりリビエラは、前のモデルのみならずプラットフォームを共有する、オールズモビルトロネードや、キャデラックエルドラドよりも凡庸な外観となっていた。おとなしい外観のリビエラは、軽量とは言えず、その上標準の 455V8 エンジンはさらに、低出力となり 230HP と、ステージワンパッケージでも 245HP でしかなかった。 購入者が興味を示さなかったために1974年モデル以降ではマックストラックがオプションから落とされた。刷新されたスタイリングは販売には何らだ貢献せず、1974年モデルの販売台数は2129台に急落した。1975年モデルのリビエラは顔つきを変更され、 車体先端のグラスファイバー製多い、e、のデザインが変更されたことにより前方突き出しのテーマが失われた。角型4頭ヘッドライトが横並びに配され、新しい縦棒で構成されたグリルは当時の多くの GM 社が採用していたのテーマを反映していた。パーキングライトはフェンダー側面に回り込んでいた。ステージ1パッケージは1975年モデルで、 落とされたが、グランスポートハンドリングパッケージは提供され続けた。標準エンジンの出力は 205HP に落ちた。1975年モデルの販売台数は17,306台であった。1976年モデルはマイナーチェンジが施され、最も注目すべきは新しい斜め格子グリルであった。グランスポートハンドリングパッケージは、類似のスポーティな外観の s, r パッケージに代替された。1976年モデルの販売台数は多少、回復して2082台であった。ビュイックは1977年モデルで新しい、小型の GMB プラットフォームを使用して、リベエラの小型化を図った。その他の e ボディ車は1966年モデル以来、全輪駆動になっていたが、ビュイックの e プラットフォームは、 B ボディの車体を使用していた。すべての B ボディ車は1977年モデルで小型化を果たしたが、これは1977、78モデル世代だけの短命に終わった。ほとんどの点で、ビュイックルセーバークーペは特徴あるスタイリングを持っていた。競合車であるルセーバーの傾斜した車体前面とは異なり、リビエラの前面は垂直に切り立っていた。 ホイールベースは6.1イン短い115.9イン、全長は4.8イン短い218.2インとなり、重量は約660ポンド軽減されていた。155HP、350クインのビュイック製 V8 エンジンと 185HP、オールズモビル製403クイーンが導入され455エンジンは廃された。 カリフォルニア州での販売モデルは 170HP のオールズモビル350エンジンを搭載されて販売された。1978年モデルは特別な LXXV エディションが市場でのビュイック75周年を記念して発売された。特製の二色塗装が施され、通常はオプションの豪華装備が標準装備となっていた。 1977年モデルの販売台数は、控えめな26,138台であり、その後、1978年モデルでは2535台に落ちたが、これは、厳密には1979年モデルとして、控えている、全面的に新しいいいボディ車までの一時しのぎ的なモデルであった。1977年と1978年モデルの、リビエラは、 1979年モデルは114ミーンのホイールベースを持ち、再び機械構造とプラットフォームをキャデラ・クエルドラドとオールズモビル・トロネードと共有する最初の前輪駆動のリビエラとして登場した。オールズモビル製の403と350は落とされたが、ビュイック製350は 185HP のターボチャージャー付け231クイーンエンジンとして残った。 モータートレンド氏のカー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。1979年モデルの販売台数は2倍以上の52,181台となり、よく似た1980年モデルは48,621台であった。1981年モデルではターボは T タイプと解消され、140HP のオールズモビル製307クイーンエンジンのために350エンジンは廃止となった。 標準エンジンは 125HP のビュイック製252イン V6 エンジンとなり、1985年モデルに、ほんの 105HP のオールズモビル製ディーゼルエンジンが新しくオプションに設定された。1982年モデルでは、最初で、これまでで唯一のリビエラコンバーチブルが登場したが非常に高価格であったため比較的少数しか製造されなかった。 ターボチャージャーフリビエラコンバーチブルは1983年のインディ500レースのペースカーに選ばれたが、ほとんどのコンバーチブル車は V8 エンジンを搭載しており、サイネットで 150HP の出力は1982年から1985年、モデルイヤーのコンバーチブルとクーペで同じであった。1980年代のリビエラの総販売台数は非常な成功を収め、 1985年モデルでは65,305台に達した。ビュイックグラフィックコントロール GME ボディのクーペはモノコック構造に転換され、1986年モデルではビュイックリーガルと同じホイールベース108インへとさらに小型化が図られた。今や V6 エンジンのみとなり、当初は 142HP さえの出力と200ポンドフィートのトルクであった。 減速機は最終減速比が2.84、1のターボイコールハイドラマティック 440T4 型 AT を使用していた。この世代はダッシュボードに取り付けられた旧インチブラウン管の自動車で使用されたものとしては、初のタッチスクリーン式スイッチといった先進的な電子装置を搭載していたことで注目される。4輪ディスクブレーキが標準装備となり、 走行性能重視の FE3 まで3種のサスペンション設定を選択でき、操縦性は劇的に改善された。リビエラは1986年度のモータートレンドシノカーオブザイヤーで4位を獲得した。1986年モデルのリビエラでは、燃費性能は顕著に改善されていたが、小型化や横置きエンジン全輪駆動プラットフォームへの多大な投資の結果、 実質的に価格も上がっていた。小型化は GM が提供する他の小型で安価な車との寸法的な近似性を生じさせ、スタイリング上の特徴をも共有していたために不幸なことにさらなる類似性に拍車がかかっていた。小さな寸法を、汎用的なスタイリングや V8 エンジンの欠如といったことで購入者に寄避され、 1986年モデルの販売台数は22,138台に急落し、1987年モデルはわずか15,223台となり、1988年モデルは8,625台というお粗末な数字であった。1989年モデルは11、インチ図全長を伸ばしスタイリングを変更されたおかげで、 販売台数は21189台に躍進したが弱体化した。このモデル最後の1993年モデルでは4555台まで落ち込んでいた。最後の1993年モデルのリビエラは1992年12月10日にデトロイトハムトランク工場の生産ラインを離れた。1986年以降、 高級パーソナルクーペ分野の販売は加工線をたどっていたが、市場全般の傾向として GM の新しい小型化した車が受け入れられなかったのか、あるいは購入者の必然的な思考の変化が原因なのかは定かではなかった。1994年モデルにリビエラは用意されなかったが、スタイリングを一新しより大型の車として1995年モデルで戻ってきた。 オプションで 225HP と 275HP と LBF のスーパーチャージャー付け 3800V6 が設定され、標準の 205HP の自然吸気 3800V6 も選択できた。新しいリビエラは、同じキャデラック派生の G プラットフォームに乗った4、ドアのオールズモビルオーロラと共に、ミシガン州、レイクオリオンの工場で製造された。 41,422台生産された1995年モデルのリビエラの最初の1台が1994年5月23日に製造ラインを離れた。1996年モデルではスーパーチャージャー付けモデルの出力が 240HP と280フィート LBF に増えていた。1996年モデルのリビエラ18,036台が生産された。 軽量化された1997年モデルでは、サスペンションが見直され、より便箇なハンドリングになり、体型の 258mm トルクコンバーターを備えた 4T65E、HD 型トランスミッションとヘビーデューティー仕様の変速機に格上げされていた。1997年モデルは18,827台が生産された。 1998年モデルは 240HP のスーパーチャージャー付け V6 が標準となった。GM のオーターサービスがオプションで付けることができるようになり、内装はわずかの変更が施された。1998年モデルの生産台数は1953台に落ちた。ごく短い生産期間の1999年モデルは1956台が生産され、 1998年11月25日に生産が終了した。最後の200台は特別の銀色塗装と内装が与えられ、ビル・ミッチェルによりリビエラのボディを使用して作成された、いくかのシルバーアロー賞モデルを彷彿させる、シルバーアローモデルを意味していた。1995から1999年モデルのリビエラは、1980年代の伝説の グランドナショナルズ以来最も強力なエンジンを与えられていた。スーパーチャージャー付けを FV6 は印象的なトルクを発生し、加速は0から60マイルを8秒以下、1、4マイルを15.5秒で走った。これらの数値は、その大きさとおとなしい外観と、相まってリビエラに目立たないスタイリングの高性能者である羊の皮を被った狼の資格を与えていた。 これに加えてスーパーチャージャー付けのリビエラは18、27という立派な燃料消費率を達成していた。2007年の上海モーターショーでビュイックはリビエラと名付けた GM イプシロン2プラットフォームを基礎としたクーペのコンセプトカーを発表した。このコンセプトカーは後の2008年の北米国際オートショーでも披露された。 このコンセプトカーは全アジア自動車技術センターでデザインされ、これはクラシックビューイック、古い中国の古希と現代の電子機器のアイコンに触発されたものであった。この車は IC グリーン、バックライト、シェルブルーのボディ、カルーイングドア2プラス2のシート配置と21インチの10本スポーク単造アルミニウムホイールを備えていた。 2015年現在、量産モデルとしてのリビエラの復活は発表されていない。ガネル、ジョン、エド、スタンダード・カタログ・オブ・アメリカン・カーズ、1946から1975、レブ、イー、e、アイラ、ウィスコンシン、クラウス・プブラケーションス、フラマング、ジェームズ・ M、エド、スタンダード・カタログ・オブ・アメリカン・カーズ、1976から1999、 レブチャン、イー、アイラウィスコンシンクラウスプブラケーションスありがとうございます